はい、マッチショーだ。社員さんお願いいたします。コータスからのリザードン、ギルガルド、サザンドラ、そしてミミッキュ、カビゴン。うわ、なんかいい感じのなんかセットになってるよね。ミミッキュとカビゴンが多分トリックルームかなんかになってて、サザンガルドは言わずもがなで、でなんかコータスの左からのリザードンの3パーみたいな感じやろ。これね、球根が結構俺のパーティー目立ってるから、まあそこの天候変えるというね、コータスワンチャン来る可能性があると僕は思っているんですよ。まあでもそれを分かっててもね、俺球根で行くわ一旦、うん、で裏にネイティオを置いておくと。いやー、でどうしようかな。やっぱこれカビゴンがどうしても重いから、投げつけさ入れた方がええわこれ、うん、さあよろしくお願いします。うわー、初手コータスか。いやでもこれ皆さんご安心ください、この初手コータス、まあちょっとでもオーバーエイトのいきなりダッシュパックで打たれる可能性があるねんな、それがしんどいねんけど、多分ねそんな素直にはいきなり俺は来ない。いやもうここオーバーエイ打たれたらね、多分普通にネイティ吹っ飛ぶから、もうどうしようもない。俺はここでステルスロックもしくは悪病を呼んで、ネイティオのマジックミラーを起動させる。これが決まんなかったらちょっときついわ、さすがに。まあさすがに向こう側もね、素直に椅子あらないだろうな、まあ多分交換だろうなっていうのがあると思うから、多分補助技から入ると思うねん。頼む、お願い、行って、よっしゃしかもこれさ、ステルスロック跳ね返したのめちゃくちゃでかくて、こう出すってことは多分裏にリザードンがおる可能性濃厚じゃないですか。ってことはよ、裏リザードンやったらもうこのステルスロックで HP 半分になるからもう、いやこれただちょっと待って、ネイティオでステルスロック跳ね返した後に俺球根もう一回出していい、ありじゃないこれ、球根でもう一回天候張り直すわ。来た来た来た、この展開俺はずっと待っていたんだよ。ネイティオのマジックミラーって多分俺一番マイナーやと思ってる。一番今のところメジャーなのがブリーモン、その次がエイフィ、一番マイナーがネイティオかな、俺の中では。他にマジックミラーもちょっとおったっけ、まあ、オバヒ。まあ、これ一応左箇所できてるから、一発されてくれると俺思っていて、オッケー。で、だったらこれでダッシュパックやる、相手。うん。ダッシュパックやんな。え、なんだよ、これ。ダッシュパックやんな。いや、でもさ、オーラベル読まれて、もう一回コータスできたらちょっとここ嫌じゃない？ギルガか、うわ、ギルガかな、くっせぇ。いや、ここちょっとタクが発生してんな。オーロラベル貼りたいんよ、実は。実際めちゃくちゃオーロラベル貼りたい。てか、これまたコータス来そうじゃない、なんか。それは嫌やな。いや、でもそれを分かってたとしても、てかなんなら普通に鍵打ちで締められるか。球根ってあんま残す意味もうない、もしかして。ここであえて投げつけさればどうや。いや、コータス来るなら来るで、ええが別にここオーロラベル普通に打ったろ。バトルスイッチ、まあ、影打ちやな。まあ、影打ち、だよな。相手が、A、無振りの影打ちだとしたら、なんか一発耐えてくれそうな気もしないでもないけど。ああ、耐えてないわ。あ、いや、俺、HP39 はね、さすがにわからん。ある程度これで物理か特殊かちょっと判断したかったけど、じゃあもうネイティブ行こっか。もう壁張れんかったけど、もうご了していい？もう、あれやから、もうご了すわ。で、もう、ギルガードが、俺はもう、素直に影打ち打ってくれると思うんで、そこで弱点保険もらって、もう一気に、大ジェットから勝負仕掛ける。いや、てか、大番の方がええんか？うん、大番やな。大番行こう。言い込められていく。ここでコータス来る。まあ、これは図らずしも。まあ、でも、このステルスロックのダメージやっぱでかいね。やっぱネイティオの、どうや、熱風読まれたかな、どうでしょうね。まあこれ大バーン打って、大ジェ打てないか、今のところ。影打ち読みやったら大ジェでよかったっすね。多分影打ちで大ジェで、ジャックワットで大ジェで多分押してたからね。ごめん。ここは俺が大、なんか熱風打ったのはすごい中途半端な択になってしまった。ただこれであれば、多分大バーンからの大ジェットで、落ちるよな。あ、落ちるな。これやったら多分落ちる。いや、微妙か。いや、これ、いや、お前、落ちるって言ったら多分落ちねえわ。こいつ、本当にもう、デンジアだの、鬼ビデの、悪ビデの、一切無効なんですよ、ネイティオは。それ、ほんま強ない。アタッカーにかなり向いてると思う。シンボラーとの差別化点ってそこやと思うんですよね。能力では、動力ではほぼ負けてるけど、もちろん、あ、オッケーナイス。正直、能力ではもうほぼ負けなんですよ、シンボラーに。びっくりするが、シンボラーがネイティオの進化系かって思うぐらい劣化なんですけど、ただ、そこをもう補う以上の
パワー、マジックミラーという特性は本当に中、うわ来たリザードン、これはだってあえてステルスロ、え、なんで、なんで、あれステルスロックって飛んでるポケモンに向こうとかそんなんない、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ごめんごめん、コータス、何さっきでも攻撃としてないよね、あの高速スピンとか打ってないもんな、効かない、ステルスロック効かないで、検索してみたところ、ん、ちょっと待ってくださいね、ほんまに、ちょっとごめん、し、え、これ多分耐えないやろうな、耐えないか、あ、同じような記事出てきた、あ、ちょっと待って、リザードの持ち物が判明した、リザードンが厚底ブーツを持ってるんや、ま、負けた。俺、負け。これは、もう、無理だね。うん。マジか。裏、え、ほら、やっぱ、厚底ブーツだ。あ、そういうのあるんや。ね、びっくりしました。皆さんも、気をつけてください。俺、もう一瞬、え、こいつ、やってるみたいな思っちゃったけど。ちゃんと対策をしてるんですね。さあ、マッチングしました。相手のパーティーがですね、完全な格闘統一だったんですよ。斎藤さんみたいな。なので、ちょっとこのパーティーでもうネイティオをもう使ってくださいと言わんばかりの感じだったんで、ちょっとこれ、さすがにここでちょっとネイティオで無双していくわ。これ、オーラベルまず貼ってからかな。で、ルカリオがスカフとかじゃなければ、一発貼れるかなと。まあ、スカフだとしたら正直きついから、今回ギャラドスぐらいに選出してるんで、そこで受けに行くって感じしようかな。はい、しっかりオーラベルここはさ入っていくと。ただこれ、ルカリオの鋼の技、米パンはさすがに大変。てかこれ今の玄関系をコメントパンチ使えるポケモンってほんまにもうルカリオぐらいじゃない、あとピクシーとかも出るかもしれないけど、タイプ1で出るのってこいつぐらいやんな。いつかメタグロスが環境に帰ってきたらコメパンをもう嫌でも見るって手が来るんかな。さあ、もちろんここはしっかりとネイティオ出していく。で、これね、ネイティオはもう初手も思い切ってダイマックス切っていきます。ルカリオは S 種族値で勝ててんねんけど、ただこっち純速なんで向こうが最速の場合は上から殴られてみたいな、あるとしたら冷凍パンチ、とか、あと噛み砕く、まあ噛み砕くはないか、冷パンか雷のパンチがあると思うから、そこを受けて弱点保険起動できれば、まあ、ほぼちょっとだってもうダイジェットがみんな抜群やもん、このパーティールカリオ以外で。ルカリオはもう耐久ないからダイジェットは多分落とせるから、ここルカリオ食い物にしていきたいな。理想は相手が最速で、なんか、レートパンチかなんか食らって弱点が本で発動して止まってんのに、うわ、しかも相手ダイマックス切ってる。ダイマ切るってことはもう確実に大サンダーか大アイス持っとんだ。まあ、でも壁あるから一発耐えてくれるはず。さすがにね、不一致やし。大事、あ、俺の方が早いわ。ってことは向こうも純速かないんだから。しかも結構入ってるってことはさ、これ相手がもう助けじゃなくて、その、HP、半分、要はだから通常第3弾あったわ。耐えろ。もうだからこれがあるんだから絶対救助やねんって、これもうええわ。このパーティー相手に勝てんかったらどうなりす。耐えろ、耐えないか。だってこれ、だって要は等倍で、はい、マッチしました。ジョーさんお願いします。フロストロトム、アーマーガー、ミミック、サザンドラパルドからのエースバーン、いやこれキューコンで行きたいねんけど、エースバーンがちょっと、あ、わかった、オッケー、じゃあキューコンから行ってバンバド、エースバーンとか来たらバンバドロに流そっか。
うん、まあ、ほんまはローグシンとか入れたいけど、ローグシンがまあ多分どうせミミッキュに駆られるし、まあ、アマガーネイティオでいけるからな、まあ、これはこういう選出にしておこう。ほら、やっぱ S 番来た、こいつ絶対にキューコン呼んどるもん。よかった。だから、エース番にSで負けてて、上から飛び膝じゃないなのだったっけ、火炎ボールで行かれるんで、ちょっとここはさすがにバンマドロで受けるって形を取りますか。よかったよかった。いや、これはマジで俺選出。まあまあ、一番いいのはね、あれですけど、バンマ、いやまあ、これバンマドロは後出しするポケモンやからな。こんなの俺でええねん。はい。まあでもさ、しかも、相手のポケ、なんかパーティー的にネイティオ結構、いや、何これ、これ何バグか、なんかバグってる。いや、いくら弾持ってるからって、こんな入らんくない。何が起きてんのこれ。お前ちょっと眠る打つわ。てかまあ多分耐えないやろうけど。あ、よかった、引っ込めてくれた。あー、マガか、アーバーがおるんか。今のでもここを引っ込めてくれたら俺としては助かるけどな、正直。ただもちろんこれアーマーガーがこっからまあ鉄壁だろなんだろうゴリゴリ積んできてめちゃくちゃされるときつい。ただまあ一応ボディープレスがネイティオで受けられるから、いや、ここあえて下げてくれたんでかいな。でかないこれ、なんで下げたんやろ。多分、普通に積むと思うんで、このアーマーガーが。もう何やったら別にもう、撃ち落とすからの地割れとかやってもいいけど、まあ、でも、キューコンへの交換ワンチャン読まれてみたいな、可能性としてあるか、一回ちょっと素直に撃ち落とすっとこか。いや、この、挑発、なるほど、オッケーオッケーオッケー。まあ、でもこれ、キューコンに変えない正解やったね。うん。正解やった、マジで。挑発がさ、結局、オーラービーム張れへんし。状況は悪化する一方やった。まあ、これなら、もうなんならママがもうバンマドロの地腹で打ち破るぐらいの勢いでいいかもしれん。あー、なんか変な食べ残し持っとるやん、こいつ。さて、どうしようかな。まあ、地腹まず一発打ってみるか。ここは相手の様子を伺っていく。この方だったらおそらく鉄壁ボディプレイヤーだと思うんで、なんかたまにおる、なんかビルドアップから普通に飛行技で、殴ってくる。いや、もうちょっとほんまにやばい。変や、このポケモン。あ、これ当たってるしかも違うあれ。これ当たってるわ、これ。ちょっか、ここ当たらんほうがよかったんちゃうか。どうなんやろ。追い方のターン消耗したほうがよくなかった。このアーマーがなんかエルフーンみたいな構築になってんだけど。エルフーンやん、こいつ。追い風は、打ったターンから含めて4ターンなんで、だから実質だと3ターン。ただこれ、しかもエースバーンに対してさ、これなんだったらもうバンバドルで大魔切って、てもいいんじゃないか。バンバドロでちょっと大魔切ろっか。いや、もう勝つためにはこういうトレーニングするしかないわ。大魔やんな。いや、これはもうバンバで、これ大アース、地割れが大アースで普通に地割れになるんで、いや、おそらくはこれでいけるはず。オッケーオッケーオッケー。やっぱこれ違う、やっぱ自信過剰発動してるのでかいわ。自信過剰っていうか、あの持久力ね、持久力発動1回分でだいぶ固まってるから、これでなんとかダイヤース連打して潰していく感じするか。うん。ネイティオはどこに行ったんかちょっとあんま分かってないんですけど、僕も。いや、でも明らかにネイティオ刺さってるパーティーやってんけどな。サダンダーとか来てくれたら、壁張りからの悪技耐えてからの大フェアリーみたいなやりたかったよ、ほんまは。ただちょっとそれ。ああ、ミミッキー、オッケーオッケーオッケー。まあ、ミミッキー、いや、これバンマドロでサンタでやな。あのネイティオちょっとあれですわ、なんか構築単位で考えないときつ。あと、ありがとうございました。ネイティオは、アタッカーっていうか、やっぱ、なんか補助技やろうな。大魔やってアタッカーは、なんか、技範囲もなんか、突撃数の劣化みたいになってるし、ちょっと、まあ、きついのかなと思いましたね。ただマジックミラーって特性自体は強いからな。まあ、ちょっとなんか、はるか、未来へ向けて、またちょっといろいろ、ネイティオについては考えてあげたと思います。おととい、昨日、そして今日と、なんか、結
構ネイティを使った試合やり込んでんけど、なかなかそのパーティーは勝てるけどネイティオがガーンっていくみたいな試合全然なかったんで、ちょっと今回は一回撤退するわ。はい、あ、出した。